広い地球のどこかにあるとある町に、ズンダモンという中年男性が暮らしていました。ズンダモンはなんかキモいという理由で町のみんなからはぶられていました。ズンダモンには友達が一人もいませんでした。クソったれ、人間はゴミばかりなのだ。こっちだってあんな連中とは付き合いたくないのだ。でも一人ぼっちは寂しいのだ。そこでズンダモンは友達ロボットを開発することにしました。自分にとびきり優しくしてくれて、自分をキモがらず、何があっても裏切らず、何より自分のことが大好き、そんなロボットです。ズンダモンはハードオフのジャンク品やゴミ収集所から使えそうなものを集め始めました。そしてコツコツとロボット開発を進めていきました。ただゴミを集めて夜中までガチャガチャやっている、その様子がこれまたなんかキモいということで、ズンダモンは街の中でますます孤立していきました。そうして10年の歳月が過ぎ去りました。ウィーンガチャン、ウィーンガチャン。ズンダモンさん、大好き大好きです。ズンダモンはついに友達ロボットを完成させました。ズンダモンにとってそれは生まれて初めて自分に好意を寄せてくれる存在でした。大好き大好き、お友達になりましょう。もう一人じゃない、私がずっとそばにいます。そんなに僕のことが好きなのだ。もちろん大好きです。だったら僕の激臭をチンポをしゃぶるのだ。いいですよ、友達なら当たり前。ジュボーを、うぐレロ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 ハウ、ジュッポジュッポジュボボボーをハウ、で出るのだ。ドピュッピュッピュ、わーい、いっぱい出ました、よかった。うぐうぐぐ、綺麗にしますね。やめるのだ、今すぐ僕から離れるのだ。急にどうしたの、気持ちよくなかったですか。違うのだ。違う、どういう意味ですか。こういうことは好きな人同士でするものなのだ。私あなたが大好きです。お友達、あなたのお友達。それは僕のことを好きになるようにプログラミングされているだけなのだ。僕がそう作ったのだ。君には僕のことを好きなんて気持ちは存在しないのだ。どうして。私あなたが好きです。これは私の本当の気持ちです。うるさい、僕はお前なんて大嫌いなのだ。お前を壊すのだ。そんなひどい、せっかく生まれてきたのに、私もっと生きたい。うるさいうるさい、このガラクタ、人間みたいなことを言うな、なのだ。こいつめこいつめ、ボコ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 。痛い痛い、やめて、ズンダモンさん、殴らないで、お願い、殺さないで。ズンダモンはせっかく作ったロボットぶったたいてすぐに壊してしまいました。そうして狭くて古い部屋の中でアンマンと声を上げて泣いたのでした。ブスン、ブグーグ、もう何もかもおしまいなのだ。僕は一人きりで死ぬのだ。これ以上生きていることに耐えられないのだ。